仕事の時間だぜ。夏目先生、おはようございます。今日もたくさん集まってますね。先生、ちょっと。何ですか？なんだこれは。それが書店員が店を開けに来たらもうこの状態だったらしく、警察に連絡したところ、現場保存でそのままにということで。巨職のペテン師、夏目暗吾殿、他者を貶め、着想を盗み、私腹を肥やす滞在人、仮初めの王冠で悪行を重ねる貴様を我々は感化しない。貴様が奪った人々の願い、今宵我々が頂戴する。バカバカしいにも程がある。くそ、くだらない、こんなもの。俺はキングだ。信者どもは俺を崇拝している。だがそれは、あの願いが俺の手元にあるから。違う、あの願いこそが俺の力の証明。私はせん、私はせんぞ。吠えるしか能のない愚かな勇者ども、来るならば来い。全員まとめて叩き潰してくれる。よし、これで奴が予告を認識したはずだ。刑事さん、いろいろ手伝ってくださって助かりました。ああ、これで俺もとうとう怪盗団の片棒を担いじまったってわけか。今さら何言ってんだ。取引持ちかけてきたのはそっちじゃねえか。褒美にこれからはおっさんではなく、なるべく善吉と呼んでやろう。うん、長谷川警部補というのも長いからな。結構呼びやすいかも。じゃあ今日からはなるべく善吉さんですね。よろしくな、善吉。もうどうにでもなれだ、畜生。とにかくこれで願いも実体化して宝石の形になったはずだ。奴の奪った願いを頂戴して人々に返す。そして奴の歪んでしまった心を正してやる。行こう、奪われた願いを盗み出す。そんで夏目を改心させるぞ。さあ仕事の時間だ。
気になるものがあるね。お、夏目の像が倒れてる。あれ伝って上に行けそうだぞ。よし、願いも実体化しているようだな。気合い入れ。ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、あし、ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンスオブナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我の、我による我のための世界。断罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。そ、なんだと。そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぞ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。攻めるなら今だ。うまいぞジョーカー、ナイスだ。
者の俺が引き受けた。我は何時消しのせ、これは感謝する。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。我はもう一人の俺だ。ペルソナ、いい感じだ。この調子でいけ。無駄な人間ども、この姿をとくと見合う。我こそは竜の血を引くプリンスオブナイトメア。貴様が人間ごときに倒せる存在ではない。我の軍門に下る。そうすれば命だけは助けてやる。あんたの手下になるなんてお断りだったの。それに魔王は勇者に倒されるって相場が決まってんだよ。虚栄を張る哀れな魔王、夏目アン。貴様は俺たちが倒す。状態だ。来い、行くぞ。なんかそのセリフ聞いたことある。はい、助かった。ほら、はい、これだ。やつは俺が引き受けた。もう一人の俺だ。やるじゃねえか。これも。我は何だ。強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。ベルソケはかつての勇者たちの。あくまで我の邪魔をするというのか。何言ってんだあいつ。新たな設定が加わったか。あの剣は有効のようだ。みたいだね。とりあえずもっとぶつけとく。このまま行こうぜ。ジョーカーの追撃がヒット。うまい。今だ、ケリスだ。ありがたい。あいつはまだ。それ。これだな。敵ヒット。さすがね。死神の力を見せてやる。力が抜けた。効果が解除されちゃったぞ。あおぎこよ。俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。やっ、任せた。引き受けた。消しのせ、これも。超得だな。気合入れていけ。助かった。おい、愚かな人間ども、覚悟の手を安らかにあの世に送ってやろう。駆け上がったぞ。この上ない傑作だ。見てろよ。奪え、ヒット。あっち、あっち。スカル炎上中、降りてきた。チャンスを逃さぬ攻撃だ。体力の残り少ない。回復急いで。任せた。我が決意の証を見ろ。ソニー、悪いな。踏ん張れ、ディフェンスアップ。褒めてもいいぞ。こいつ強いぞ。氷結で弱点をつくんだ。あいつは任せてくれ。このまま行くぞ。リーゾンホックス、ナイス。才なき者が才ある者の邪魔をする、その愚かさがわからんか。
その言葉、そっくりそのままお前に返そう。任せるぞ。何？才能がないというのか。他者の言葉を横取りした長い者のポペ、才能を見出せ。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。雨の渦め、くらえ。もういい感じだったな。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が。いるな。あれが本体なの？みたいだな。結局、あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。
まだだ。俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた。俺がまだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当に、お前本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は俺うわクソクソが、俺だってな、俺だって頑張ったんだ。読んで読んで、寝る間も惜しんで読んで、書いて書いて、死ぬ気で書き続けた。なのに俺がそうやって必死に書き上げた小説は、夏目漱吾の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を、どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ夏目暗号の努力を、認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる、それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、この世界にたった一人だとしても信じていてやる。実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ脱出するぞ。とりあえず終わったな。
ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これ私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。私もそう思う。ユウスケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚は何だ。悲しみ、これが。そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから。なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。任せろ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光などあいつにはふさわしくない。これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。うん、勇者お稲荷がこの地に平和をもたらしたのだ。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。てことでソフィア先生お願いします。オーケー、一番いい風呂屋を探す。皆様、本日は会見にお集まりいただきありがとうございます。こうした場をご用意しましたのは、皆様にご報告と謝罪をさせていただくためです。まず切削プリンスオブナイトメアが受賞した爽快者大賞につきまして、賞を返上させていただこうと考えております。またこれまで発行した書籍も全て回収、返金措置を取らせていただきます。理由といたしましては、プリンスオブナイトメアの受賞は私が夏目宗吾の孫であることのみを理由に決定された、いわゆる八百長だったためです。同作品の内容も数ある人気作品から内容を表説盗用したものに相違ありません。加えて
病気の女性のためなどと嘘のエピソードで皆様の同情心を煽り、私はその話題性だけで不当な売り上げを手に入れておりました。この件を皆様に謝罪するとともに、返金と活動の自粛をさせていただきます。この度は大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ちょっと先生、何を勝手なことをおっしゃってるんです。おい、この会見は中止だ。解散解散。下がっていてください。これは僕なりのけじめなんだ。なあ、おかしくないか。この会見、まさか夏目先生の独断で。編集部が夏目先生の経歴や心情を利用して人儲けしようとしたんじゃ。はっ、おい、なんだ君たちは。俺は許さないぞ。君はパーティーの時の、あの時は本当にすまなかった。逃げることは許さないぞ、夏目暗号。帰ってくるんだろうな。分断に戻った時には他でもない夏目暗号の小説を読めるんだろうな。次はみんなに誇れるような小説を読ませてくれるんだろう。ありがとう、ありがとうございます。なんだあの子たち。私はこの件を反省した後、いつだ一人でも私の物語を読んでくれる人がいる限り、僕はずっと小説を書き続けたい。かつて僕が祖父の小説によって救われたように、誰かの心を救えるような、そんな作品を。会見に乱入とは恐れ入ったぜ。無茶。すまない、どうしても声をかけておきたかった。ま、いいけどよ。じゃあ俺は行くぜ。夏目暗号の事情聴取をしなきゃならん。そっか、謝罪して終わりじゃないんだもんね。善吉が仕事してる。なんか本当の警察っぽい。恋じゃなくて警察だ。すぐ済むから先に車に戻って待ってろ。んじゃ俺らは引き上げっか。そうね、あとは任せましょう。少しいいか。実は夏目暗号について気になることがあってな。確かに奴は悪事を働いた。そのしかしまだらめのようだ。パレスの主ほどの悪人だったのだろうか。あの編集者たちの言葉など無視していれば、それとも同じ表現者として俺が同情しているだけなのか。どう思う？そうか、そうだな。確かに今はそう思っておくべきなのだろう。引き止めて悪かった。さあ、俺たちも車に戻るとしよう。